ゴスピッチゴスピッチゴスピッチは、クロアチアリカセニ軍の都市及び、基礎自治体でリカセニ軍の軍とである。リカ川下半のカルスト地に位置している。ゴスピッチやその周辺は、戦士時代より人が住んでいるが、最初にこの地域でまとまった、定住地が形成されたのは1263年とされか、セグやカセジの名で記録されている。 ゴスピッチの名が初めて言及されたのは1604年で、ゴスピッチはもともとはクロアチアの言葉で女性を表すゴゴスペやゴスペバから来ているとされる。今日、ゴスピッチにはオスマン帝国が作った要塞が街の周辺で見ることができる。17世紀末、オスマンが撤退するとハプスブルクの支配下で軍政国境地帯より、 内側の理科地方の行政的な中心地となった。1990年代、クロアチア紛争時には、ゴスピッチは、激しい被害を受けている。戦時中、町は、クロアチア人勢力が支配していたが、東側は、直接セルビア人勢力のクライナセルビア人、共和国が支配しており、ゴスピッチは、攻撃を受けていた。その一方で、 1991年10月16日から10月18日にかけて、クロアチア軍によるセルビア人に対して行ったゴスピッチの虐殺も起こっている。最終的に紛争は1995年8月の嵐作戦の成功によって、クロアチア側の勝利で終わる。ありがとうございます。